白熊メロン絶対文系。どうもこんにちは、くんです。ということで今回は爆発が追ってくるモッド企画くんラボ制作、ごめんなさい、あのちょっと表記が早すぎるのでもう一回お願いします。爆発が追ってくるモッド、これやばいよな。これそのままサムネに使えるよね。なんかそもそもすごい、めちゃくちゃすごい。オッケー、はい。ということで、爆発が追ってくるモッドっていうのは、なんか具体的に誰か一人に爆発が追従するって感じでいいんですか？もう大丈夫です。遊び方書いてるのか。爆発が追いかけてくる、誰よりも生き延びろ。みんなに追従してきて、それを誰よりも長く生き延びるってこと？じゃあやってみる？どんな感じになるんだろう。2種類のモードが、ちょっと待って。ちょっと、かみさくん、なんでこのモッドこんな凝ってんの？通常モード、特定の誰かを爆発が追いかける、全員爆発も、かみさくん、ちょっと短い。もう一回お願いします。特定の誰かを爆発が追いかける、全員爆発モード、ランダムモード、一定時間にランダムで追いかける人がローテ。よし、じゃあ通常モードでやります。全員爆発モードで行きますか？派手にするために。ちょっと僕飛んでてもいいですか？やってみましょうか。はい。飯プリーズって言ってます。いいよ、適当に始めて。絶対巻き込まれて死ぬやつじゃん、この村人。村が終わりそう。あ。おいおい、ちょっとあ、ちょっと、いや、さすがにじゃない。さすがに無理じゃない。遅いわ、亀パワーっていうの。これ逃げれんの、これ。あー、なるほど。よしこが行ったところが、こう、ちょっと遅く爆発するのか、人が行ったところが。あー。なるほど、なるほど。まあでも、走り続けてたら、まあ、ずっと死なないわけだね。だいぶ遅いから。ね、これ、爆発の感覚、緩いけど大丈夫なの？これ。で、こんな追いつくわけなくない？これ。ちょっと一回止めましょう。なんとなくわかりました。どういうシステムなのか。てか、俺の後ろも爆発してね、なんか。なんか別に俺も関係なく爆発してるのか。だよね。俺爆発してるよね。俺の残りが。あ、止まりました。これって爆発の間隔狭めたりとかできるんですか？すぐ後ろで爆発するみたいな。できる。逃げる範囲、ちょっと決めないとダメっすね、これ。逃げる範囲を決めてからやるべきゲームな気がするな。爆発の速度を速くしてもらってもいいですか？もうみんな逃げてる。もう、爆破範囲も変えられます。まあ、爆破範囲は変えずに、もっと爆発が早く追従する感じにしましょう。なんか、ワールドボーダーみたいなのなんか決めた方がいいね、これ。ベノムなんか牛とのんびりしてるけど死ぬぞ。それでは爆発感覚を半分にしてみます。はい、じゃあお願いします。亀パワー、始まるぞ。まあだな。なるほど、こういうことになるのか、マイクの。これ面白いな。マイク逃げれるか？マイクでもギリ逃げれてる、ギリ逃げれてる。それでも、ダートなくなったら終わらね。あ。まあでもまあ、生きれるは生きれるのか。まあでも生きれないかったらあれだもんな。まあ他人の爆発で他人、なんか殺すって感じにしたら多分ゲームになりそうだね。ちょっともうめちゃくちゃやん、もうこの辺。なるほど。オッケー。ちょっと狭い空間でやってみるか。地形破壊なしで。死んだらスペクテーターにする？死んだらスペクテーターにして、ちょっと狭い範囲でやってみますか。ちょっと俺も一緒にやりたい。どんなもんなのこれ。ちょ待って。まあ来るな。ちゃんと。やばい。ちょっと待って。まあこれぐらいの方がいいか。確かに、全員ちょ、おい、危ない、ここ。そこやばい。あ、おい、やばいって、これ。これやばい、これ、リスキルやばいって、これ。リスキルえぐい。マジで。ちょ、助けてくれ。これ、無理。これ、なんとかリスキル止めましょう。ちょっと一回。お話にならない。ネバーデスしてる、これ、また。ネバーデスになってるの止めてください、これ。かみさくん、ネバーです。一回クリーにしないとダメだ、これ。全員。さあ、なんかあれするか。ワールドボーダー作って、まあその中でやるか。ワールドボーダーの位置どうする？なんかまだ壊れてないところでやらないと、もうだいぶ破壊されたよ、かみさくん。なんかもうめちゃくちゃだよ。見る限り。まあこっちの方じゃない、まだ破壊されてないの。山とかのがちょっと面白そうだよね。こことかのが面白そうじゃない？この辺。これ。こういうところの方が。
金沢軍、ここにしましょう。ここにしてちょっと範囲をめちゃくちゃ狭くしていいと思います。ここでちょっと戦おう。範囲これぐらい。いや、もっと狭くてよくね。本当に狭くていいと思うよ、多分。だよね。絶対。まあまあ、こんなもんでいっても。よっしゃ、この広さで、ちょっとやっていきますか。ちょっと俺も一緒にやろう。てかさ、あの感じの爆発のやつだとさ、だいぶ、あれだよね。ランダムモードで人数増やしていく。じゃあ、それにしますか。うん、ランダムに決まって、どんどんその爆発する人が増えてくるってことでしょ？亀下君。そうそう。よし、じゃあ、それでいきましょうか。え、怖っ。ちょっとこれ、先駆けとかになる可能性もあるんだもんな、これ。顔、キモいな。いや、ふと改めて見たら気持ち悪いな、ちょっと思ってた。なんか。ちょっと待って、爆破してる、なんか、ゴリラビじゃね？あ、違う、誰だ、それ。長月じゃん！長月だ。長月は爆発してる。長月だ。始まった。しかも長月死んだから、あ、今度倉持ちだ。まあまあ、死ななそうだな、これ、なんか。大丈夫そうだぞ。あ、ランダムでローテーションしていくのか。じゃあ、走り続けないと自分に来たら死ぬってこと、これ。上いよ。上います。誰だ誰になった？なんかバカ、ん？止まってる？ちょ、始まった。みたいな、こんな密集してると危ないだろ、これ絶対。密集しないようにしよう。こんな同じところいたら死ぬぞ。一発耐えれないでしょ、だって、近接で爆発したら。そんな大したことないな。大して被害になってない。4人になります。はい。ん？いや、ちょっと待って、あ。俺しか死んでなくね？俺しか死んでないんだけど。でも、フェイクボックスとかマシャカリとかこれ自分になった瞬間死ぬんじゃない？これ。ていうか、自分になった瞬間 GG だよ。なんか、思ったよりなんか自分に追従しないね、なんか。結構時間差があるから。うわ、あーなるほど。こいつら当たんないのずるいな。フェイクボックスかマシャカリどっちか命中したら絶対死ぬじゃん、これ。自分になると即死、多分じっとしてたら自分になると即死するんだ、多分これ。同じ場所にしかいないから、当たれ、マチャカリとフェイクボックス、これ。もっと亀さんが増やしていいよ、いっぱい。一気に増やそう。簡単すぎる難易度が。簡単すぎる中で死んだんだけど、俺は。8人になります。あ、もうやばくなってきた。だから、防ぎきれん、これ。逃げ回れんやろ、これ。うん、一気に死んだ。一気に、だいぶ死んだ。あ、上に居続けて死んだな。だからこれ、水の中いたら死なねんじゃね？亀さん、16人にしていいよ。亀さん、戦ってる。カイサ君、スケルトンとステで戦ってる。え、これ、スペックも爆発する。マジこれ。あ、そうなんだ。あ、スペクテーターも爆発するのか、これ。これ、追いかけまくればいいじゃん、これ。殺そうぜ。ここ、アリエルぶっ殺せぐったや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 った。ひどすぎる。英霊爆破やばいだろ。バグりすぎてる。トーマス殺すか。おい、みんなトーマスにたかれ、トーマスに。英霊たち、トーマス追いかけろ。殺せ。トーマスの先に行きそうなところ行って爆発させればいいから。囲え。やれ。よし。ひどすぎる。こんなのありかよ。俺はやっぱ英霊が殺すゲームじゃん、これ。ちょっとベノム殺そう、俺。よし、みんな、ベノム囲え。殺せ。先に行く感じで。あ、誰？ゴリラビ、ベノム。水の中チャンス。オッケー。あと誰だ？あとで、銀とかどこいんの、これ。え、まだいる？ちゃんと。でんねん一人外部でサバイバルしてる。でも死んだよ、でんねん。ザグー、陰キャ、コータン。陰キャとコータン湧いてない。銀と陰キャとコータン湧いてない。あ、最悪！あ、今湧いたこいつ、ゴミだ！殺せこいつ！みんな、たかれこいつに！ぶっ殺せ！やば、みんな、爆発やばくなってる。ちょっと、まあ。なんかこれ、あれでも面白そうだ。あの、かみさんがもう一回ルール表示してくんない？遊び方。なんて爆発音がうるすすぎて聞こえん。亀下くん、もう一回ルール表示してくんない？ルール。ああ、オッケー。遊ぶルールみたいな。あ、あった。爆発が追ってくるもっと。亀下くん、これじゃない。亀下くん、これじゃないか。もう一個先かもしんない。あ、それだ。特定の誰かを爆発が追いかける。通常モードでさ、俺にめちゃくちゃ、もっと爆発の範囲大きくして、もっと爆発のなんか、速度を速くして、俺に爆発追いかけさせて、みんながサバイバルで、頑張って俺をネザーに導くってやつやらね。それやろうぜ。ちょっと、ボーダーをちょっと広、まあ、ここのボーダーちょっと狭すぎるから。俺頑張って邪魔しないようにするからさ。ゲートの火消えてまう。だからもう、パッと飛び込んで終わりみたいな。スーパー介護シリーズやりましょう。このぐらいかな。あ、こんなもんでいいと思います。
はい。ということで、ちょっと企画変わりまして、くんさんが爆発するので、まあ、皆さん頑張って、俺を介護してネザーに連れてってください。多分俺まともに採掘できません。まあ、このスキンもまともじゃないんで、まともじゃないのが当たり前なんだけど。いや、採掘俺するわ、頑張って。いっぱい。爆発で地面掘るわ。爆発で頑張って地面掘ります。はい、じゃあ亀さんがスタートしていいよ。それでは、マジずっと走り続けなきゃいけないってことだよね、これ。白亀の、死ぬぞ、そこ。俺の通った場所死ぬぞ、下沢も。あ？爆発来ないね。やち危ない。やち爆発巻き込まれようとすんな。来ない爆発。なんだ、爆発なんてものはなかったのか、最初から。気のせい。自分の行ったところに行くとダメなんだよな、これ。本当に来なくね？よし、みんな俺に続け。俺の後ろ、ついてきな。やばい。違う。びっくりした。殴られてるだけか。殴るなよ。亀さん、爆発しないけど大丈夫これ。それじゃあ行くよ。はい、どうぞ。亀パワー。おい、ちょっと待って。パワーないんだけど大丈夫まだ。亀パワー亀さん、大きい声で叫べば、亀さん大きい声で叫べば、なんか発動したりするのそれ。大丈夫これみんなで一斉に言わないとダメなやつ。あ、じゃあ行くよ、みんな。せーの、亀パワープリキュア始まった、ほんとだ一斉に言わなきゃダメなやつだったんだ。あ、なるほどね。あー、オッケー。あ、そういうやつか。一斉に亀パワーって言わなきゃダメなんだ。マジか。これ俺頑張って採掘するから、これ同じところ俺掘るからさ、なんとか鉄を、大丈夫かなこれ。めちゃくちゃこれ難しいんだけど、これ。ついてくんの。姉さん回収してどんどん。あ、だまあ、このぐらいの速度なら全然余裕だな。鉄あるよ。浜瀬さん、そこ、ありのところ。鉄。あ、まずい。オッケー。ここ爆破させます。やばい。俺死んだら、これ無限、ネバーデスになる。どうしよう。死んだらスペックになる。マジ？そのルール継承中なんだ。ちょ待って、死なないで、じゃあ。ファマス邪魔、ファマス邪魔。やばい、ネバーデス。ちょっと待って、怖っ。さっさとさ、バケツ作ってくんね。しかもほとんど、ちょ待って、姉さんとかも死んでるし。ちょっと陰キャバカ、お前死ねえ、お前マジで。ふざけんな、お前。大丈夫、スペクテーターじゃなくなった。ちゃんと復活できるようになりました。俺は死なないようにやるんで。ちょっと、あれしてくんね、みんな。資源。できれば人のいないところ通ってくから、どうすんのこれ。やばい。これまずいわ。これまずい、多分これ。これ相当良くないこれ。あ、相当良くないことしたこれ。あ、やばい。やばいかも、これ。あ。で、でん。さすがにそれで終わるわけにいかないんで、もうちょっと頑張ります。これ、どこ採掘すればいい？そこのヨシコのあたり行くか。その辺採掘でしたら多分、見つかるっしょ。多分、溶岩。この下採掘しに行くわ、俺。やばい。あ、なんか用がある、これ。あ、用がありました。あったけど、これ、ちょっと、あったけど無理。ついてくる。あ。用があった、用が谷底に行って、どっか。谷底のどっかにある。どっかはわからん。ちなみに。ムズピン死ぬ、これ。来ないで。どけ、邪魔だ。ちょっと、インゲ先生、それ、せき止めてんのか。まずいな、俺、そこ行ったら俺、あ、インゲ先生、ごめん。ダムが決壊してる。インゲ、すまん。ダム作ってたのか、それ。もうバケツあるんでしょこれ。インベントリーキープだから多分大丈夫でしょ。バケツは余裕で作れるんじゃない？もう持ってる人いるでしょ一人ぐらい。火打ち石あります。全員地下集合しよう。地下集合。あ、この辺か。え、ちょ、まずい。俺が来たらまずいわ。ちょ、ダメだ。ダメ、まずい。すまん。それ爆発する。これさ、鉄取れんじゃねこれ。あの辺の鉄取れそう。そう。あ、でもダメだ。鉄取っても、俺が爆発して吹っ飛ばして鉄なくなるんだ。そりゃそうか。まあ。いや、うん、鉄焼いてたかまど吹き飛んだ。死神だな。ちょっと俺、ちょっと、なんとか、まずい。あ、まずい。ネバーデスクル、まずい。さっと、まずい。これまずい。ネバーデスだ。あ、これどうしよう。ちょ、やばい。助けてくれ。どうやって助けたらいいんだ。これみんな死ぬ。ちょっとずつ掘れるから、これで。岩盤まで掘り進む、これで。これ岩盤までいけるか、これで。復活せずに10秒待って、待とう。その手があった。待ちます、まずは。
まず待つ。ここで復活。は？レッドストーンとかあるからもうだいぶ、あ、バカ。もう岩盤来ましたけど、どうしたらいいですか、これ。もう、取り返しのつかない感じになってるんですけど、これ、どうしたらいいですかね。なんとか助けてもらったりできませんか、これ。もうどうしようもならない状態になってる。みんなの声が、死んでる奴らこれ、出せねえんだよ。せーの。頑張れじゃねえだろ。なんで頑張れになるんだよ。違っただろ、さっきノリ的にその、せーのは。カメパワーだろ、今みんなの声があって、それ。オッケー、ちょっと待ちます、待ちます。みんなの、爆発死が終わるまで待ちますわ。あ、オッケー、終わったね、これで。水垂らしていくね。いける、いける？水垂らせます？オッケー、いきますよ。あ、いける、いける、いける。長月、これ間に合わないかも、俺。この水は、どうだ？水が止まった！あ、間に合うかな、これ。よし。上がれてる。いや、ネバーデスになってない。まずい。ネバーデスなる。おい、なんか水が消えた。ロゼピン、おい、水置かなかったか、水なんか消さなかった、今、ロゼピン、今。ピンさん？いや、水消えた、ピンさんの前で。ピンさんの前で水消滅したんだけど、ピンがせき止めた。完全にやられた、ピンに。これ、ちょっと。まずい。これ止めるのよくない。逃げろ。ネザーゲートもう作れるでしょ、もうさすがに。もう作れるんじゃないの、ネザーゲート。あ、まずい。水が決壊する、こっち行くと。すまん。その水の決壊なんとか止めてほしい。銀、ごめん。申し訳ない、銀。すまん。本当はそんなことしたくないんだけど、銀。あー、全部銀の農園が。畑が。これ絶対わざと壊せ。違う。ここのルートぐらいしかないんだって、もう下に降りないルート、落ちないルートが。誰か作れない？ネザーゲート作れる人いませんか？ちょ、早く作ってほしいんですけど。もうちょい。もうできる。はい。できれば誰も殺したくない、これは。みんなで、ネザー行きたいな。できた！どこ下？下か？よし、行く。あそこか！まずい！それはまずい！まずい。ネバーデスする。ネバーデス始まった。あ、ちょっと、枠のやめます。やばい、ネバーデスしてる。説明しましょう。ネバーデスというのは、ファマス君がずっと死に続けることをネバーデスと言って、ネバーデスは本来英語の意味を直訳すると絶対死なないみたいな感じの意味になるんですけど、ネバーデスっていう、絶対に死？なんかおかしい。ネバーデスって言うのがちょっとおかしい。ネバーダイならまだわかるけど、ネバーデスはちょっと意味不明なんだけど、ずっと死に続けることをネバーデスと50人クラフトでは便宜上言ってます。そう、なんか方言みたいなもんだよね、方言。なんだろう、行かないというね。私は学校に行きませんのことを、まあ、地方の方言によって私は学校に行かんっていうのを、いざ行かんの行かんとも取れるみたいな、そういう感じの、こう、なんか方言の差みたいな感じ。そうそう。だからネバーデスもそういう意味になる。感覚的には、ちょっとさ、水をさ、なくすの。おい、マジで水、おい、ちょっと待って。水やばいってマジ。ちょ、あ、これでいくか、俺もこれ。ちょっと、これで。どっちだ、おい、着火。邪魔だって、壊れた。お、みんな入んなくていいから。とりあえず、俺が入ればいいからさ、ちょっと頼むわ。あ、まずい。ネバーですか、これ。あ、ネバーです、来た。ちょっと、一回やめます。俺、速攻行くから、ちょっと頼むよ。これ生まれて速攻積んで入んないと無理。多分ギリギリそれで。みんなは入んなくていいからとりあえず。後から入ればいいからみんなは。ゆっくり来ればいい。行くよ。つけました。よし、行くぞ。は？え、なにこれ？え？おい、なんか、え？いける。はい、オッケー。なんか、イージーだったんだけど。なんか上に分からなかった、なんか俺。しかもネザーだとこれ対象外だ、これ。俺。ネザーだと生きられる。ネザーは大丈夫らしい。あ、リッシー高く、リスポーンポイントずらしたのか。天才だな。天才がおった。誰がやったの、このリスポーンポイントずらしたの。上にずらしたってことこれ。あ、なんかもう終わった。ネザー行ったから終わった。多分ネザーで走り回ると現実世界で爆発してるって。なるほど。ネザーは平和だとかって言ってたけど、現実世界では大惨事になったのか。はい。ということで、爆発するモットーでした。インカ転生がずらしたの？さすがだな。
なんかさ、一番やばかったのがさ、俺がさ、上に行った時にさ、みんなさ、わちゃわちゃしまくって、みんなが我こそ先、我先にみたいな感じで入って、誰も入れなかったみたいな最悪だったよね。しかも、ネザーゲートも割れるみたいな。はい、ということで、ジジイです。おつ。